どうもよろしくお願いいたします。私はアビ・ナルディアです。カパプについて紹介します。この DVD は我が息子イシャイ・ナルディアに捧げるとともに、今後の世界を担う第三世代の若者に提供します。カパプにおいて最も重要なレラティブポジションについて主に紹介していきます。実戦の銃撃戦における銃の操作についてやってみます。イスラエルの軍隊では柔道の受け身のような片手受け身は取りません。銃を構え後方に下がり、倒れる際にはこのように受け身を取ります。至近距離の相手に対し足で応戦します。相手との距離がある場合には足は引きつけます。起き上がる、倒れるの反復訓練を繰り返します。横からの攻撃に応戦して移動します。銃を構えて周囲360度を警戒します。常に体勢を立て直せるように整え、体を柔らかくして銃を構え、間隔を空け遠方の標的に対しても照準を合わせます。常にフレキシブルに動くようにします。速やかに立ち上がり戦闘態勢を整えます。